じゃあ今回はこのシークレットミッションですね。また古い山手線の車両かな。目黒から品川まで行ってみましょう。まずは目黒から五反田までですね。右スティックがブレーキになるのか。あ、ほんと古い車両だな。これは大変そう。なるほど。このタイプか。8まであんのか。閉じめ10。閉じめ10のあれも古いですね。で、左スティックで下ろすと。ちょっと大変そうですね。停止位置までの UI も心なしか古いけど見やすいな。よし、これでいくか。もうすぐですよね。速度上げていこう。75。これかな。制限65。よし、やばい。全然効かないですね。7まで上げて、うわ、効かない。ダメだ。非常ブレーキ。ボタンだ。停車。無理だ、これ止まれない。60キロ以内じゃないと無理ですね。非常ブレーキ使った。これは、もうミッションゲージないな。ダメかもしれない。いやー、止まんないですね。これ、ほんと初期のあの、実写版のトレインシミュレーターの方の制動にかなり近いな。閉じめ10。はい、出発進行五反田、行きましょう。第発65キロ制限。本音はどうなんだ。制限75。よし、いいですね。もうあれか。よし、止まれないかな。大丈夫かな。こんぐらいで。ああ、ちょっと遅かったか。さすがに早いかな、これは。時間はあるんで、ダメだ。ブレーキのあれがつかめない。おっ、場内再加速しないとダメかも。ようやくついた。難しいですね。すごいノロノロ。はい。うわ、もうダメか。あ、ミッション失敗になっちゃった。難しい。もう一回やろう。こういうとこ思いっきりブレーキかけた方がいいな。あー、ちょっと下がっちゃった。これだとかかりすぎかな。か
りすぎですね。失敗した。もっとギリギリのタイミングでいいな。まあ、時間的にはまだ余裕があるんで。あーもったいないな。今度早すぎたな。ノロノロになっちゃいましたね。この先行けるかな。次が、あー品川か。そこまで行けばあれなんですけどね。品川まで頑張りたい。はじめ、天、出発、進行、大阪、停発。なるべく早めに行きたいな。最後、ノロノロでもいいから、50センチ以内にしたいですね。これ以上減らしたくない。制限、75、よし。はい。こんな感じか。はい、トイレいいのかな。制限55、よし。一気にブレーキかけて、よし、 OK ですね。90、その先だな。70、頑張ってあげましょう。よし、まもなくですね。65、60まで落としたいな。これで止まれないか。なんとかついたけど、ちょっと停止位置がかなりビビってますね。まあまあまあ、いけたでしょう。はい、あーなんとかついた。これはきつい。この車両きついですね。あ、S なんだ。優しい。採点は優しいですね。じゃあちょっと同じ車両で渋谷から五反田まで行きましょうか。さらに雨ってやばいな。小島、天。出発、進行、渋谷、停発。とりあえず時間だけでも、オンタイムで行きたいですね。90キロ制限。制限75。75。ワイパーが渋いな。信号70。よし。あー結構降ってきた。
んな感じか。はい、制限65。はい、よし、このままですね。やっぱ180ぐらいで、こんぐらい。ちょっと遅かったそれは止まれないかも。あー、ダメだやらかした。停車、オーバーランですね。雨なの忘れた。200以上は必要だったな通過した完全に通過しましたね。やり直しだなこれは。ちょっと速度落として、よし、よし、止めてこ。8まで入れとこ。ここら辺の速度調整ですよね。いやー、だいぶ手前になっちゃったな。あ、やっちゃった。この再加速もひどいなちょこっと加速したかったんだけどな。グイーンっていっちゃいましたね。ひどいあ、とじめ10、出発進行恵比寿停発。65キロ制限ですね。制限55。よし、55。90。ちょっと速度上げたいんだよな。はい、75。よし、大丈夫かな。制限75。よし、ここでもう速度落とさないと。きついな。難しい。まあなんとか止まれた。いやー、ブレーキ調整ほんと難しいな。ザ電車って感じですね。難易度が桁違いだ。まあ、減点はさえなかった。よし、終着5ターンだですね。ここでオーバーランとかしなければいけるはず。いや、この車両ほんと癖がありますね。とじめ10、出発進行目急ぎましょう。90キロ制限。ミッションゲージは結構あるか。慎重に行こう。とりあえず
なんとかクリアを目指したい。75。これ間に合わないかも。ギリギリ。あー、こっからが危ない。こんぐらいか。ちょっと早すぎか。これでちょっと微調整。よいしょ。停車。あー、なんとか止まれた。はい、ノロノロになっちゃいましたけどね。まあオーバーランとかするよりかはいいでしょう。よし、着いた。ちょっと遅くなっちゃいましたね。6秒ぐらい許してほしい。まあ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 、なんとかいけましたね。いやー、この車両であと2ミッションあんのかな。あ、これ全部この車両なんだろうな。厳しいですね。これは大変。